顔近くない？顔近いのこれ。顔近いんだけど。顔近い。あ、でも普通ですよ。これが薄いのかな。昔からもサンディの足火のアロバワラビンチャからオフォッチュマディナイサクレティチノティ足火なトサヤヤシガミチノイビビケチカトルバハサンの可愛いお刺しないんじゃそしてお刺しお刺し石とカビハサンの可愛いお刺しさだみらりらんことやれお刺しさしいびやさいびんわやしどやしもにゃさやおふいびやぶちゅさしいびやさいびんわやしあんしからかちまきやつさしいびんかいかつしがいびんわやつさしみなさんおはようございます。11月15日水曜日午前10時になりました。カナムイカラハイ SOS ネットラジオカララジの時間となりました。パーソナリティはハイサイウキミソウチおはようございます。はい、トゥーバカッチンアイビンとイーズでお送りいたします。この番組は地域の行方不明者また認知症行方不明者ゼロを目指す番組です。認知症は誰もが関わる可能性があるごく身近にあるものです。そのことをできる限り早い段階から啓発することにより地域全体で理解を深めることにつながります。警察、行政、消防の三位一体となる基盤をもとに、徘徊者通報が出た時の緊急支援体制を含めたラジオ予防啓発番組になっています。この番組は株式会社国健システム、有限会社マルチ重機、沖縄県社会福祉協議会
FM ギノワンと沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力で FM ギノワンより生放送でお送りしています。皆様どうぞ10時から11時の1時間最後までお付き合いください。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、そして番組に関する質問もお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、 いずれも番組名カララジとお書き添えください。ラジオネームも忘れずにお願いします。ファックス電話番号は 098-943-0094、943-0094。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、どうぞお楽しみください。オープニングの曲はブランドウィングでブーサーでした。それでは一度 CM に入ります。ただいまの時刻10時6分になりました。 FM ギノワンのスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。つばさん、おはようございます。おはようございます。はい、今日ははい少し今日からあの朝肌寒くなってませんか？前からだよ。あ、前からですか、うん、なんか今日は特別にそんな感じがした感じだったんですけど、あの、はい、ひんやりしてきたよね、うん、なんかね。それでね、うん、まああのまあ、沖縄も前からなんですけど、まあ、季節の変わり目の今ちょっとシーズンということでね、はい、体調を崩したりとかっていう人も増えてきてると思いますので、もしかしたらね、体調崩してラジオを聞いてらっしゃる方もいるかもしれないんだけど、はい、ね、リュウブ君が風邪ひいてるね。そうですね、うん、今日参加の予定だったもんね。はい、ちょっとね、お休みということで。そうだね、うん、リスナーの皆さんも、ね、風邪などね、はい、引かないようにね。そうですね、うん、気をつけた方がいい季節でもあるね、うん、まあ、心地いいあの風邪ではあるけどね、はい、あの空気ではあるけれど、でも眠る前とかは、朝はちゃんと体を温めてですね、はい、あの過ごしてください ね、 本当だよね。暑い沖縄だからこそね、うん、急にね、あの天候も変わりやすいところなんでね、はい、ぜひ皆さん、今日も元気で過ごしていただきたいなと思っております、はい、よろしくお願いします、はい、それではまずはじめに、うん、行方不明者情報の方を、はい、あの伝えたいと思います、はい、お願いします。この人を探しています。ジャナ・ユータさん、1994年7月7日生まれ、現在23歳です。身長163センチから170センチ、中肉中性、髪型が黒髪の若白髪混じりです。視力が悪く、普段はコンタクトレンズを装着しています。最後に確認できた足取り、2017年4月4日火曜日午後5時15分頃に父親の携帯に少し出かけてくるとだけ連絡があり、糸満市の自宅を出た後行方不明となっております。免許証は持っていますが、車がないため友人の車で自宅に迎えに来てもらったと思われます。
行方不明になる当日に会っていた友人の情報もなく、4月4日火曜日以降本人の携帯に連絡してもつながらない状況です。ジェナユータさんについてお心当たりのある方は以下の連絡先までよろしくお願いいたします。糸満警察署098-995-0110 098-995-0110、 そしてジェナユータさんのお母様の連絡先です。 090-9789-0468 090-9789-0468、 皆様のご協力よろしくお願いいたします。はい、それでは今日のトピックを紹介したいと思います。トゥバさん大丈夫ですか？はい、はい、はい、では今日のトピックはバリアフリーということで、うん、はい、お話ししていきたいと思います。はい、まあ、いろんなあのバリアフリーがあると思うんですけれど、はい、この間あの沖縄ハンズオンユースクラブと一緒にね、あの浦添市で、開催された、はい、第4回、うん、第4回もなるんだなと思ってびっくりしたんだけど、うん、このバリアフリーオリンピックというのに、はい、あの参加してきました。はい、ね、この、バリアフリーオリンピックっていうのはあの今回のテーマがね、夢をつなぐとか、福祉の町、和睦協理っていうね、和睦協理ってどっかで聞いたことがあるなっていうふうに思ってたんだけどね、あの名護上方の、あの、まあ、琉球史に出てくるね、あのこういうふるさとを思う気持ちっていうのを大事にしていこうということで、丁純足さんって聞いたことある？はい、うん、名護の有名な、そう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 、はい、あの寺小屋を作ってね、あのそれがまた、あ、なんていうのかな、あのこう日本列島にこうどん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 広がっていったっていうね、はい、その元祖の人がいるんですけどね、はい、名護上方、まあ、丁純足さんですね、はい、その人の言葉 だと思うんだけれど、最後のこの和睦協理っていうのがすごく、うん、あのいいなっていうふうに思いましてね、そういう意味でね、まあ、あちらこちらであのこのバリアフリーのイベントっていうのをね、はい、あのこのこっちの宜野湾市でもそうですね、はい、あの開催されて、そのまあ理解を深めていくっていうのかな、そうですね、うんうん、一番必要なのは普通に生活をしてて、何かこうなんていうのかな、こう地域貢献をするっていう心を忘れて はい、しまってる人たちのバリアフリーが一番大事じゃないかなと、見えてないんじゃないかなっていうのが思ったことがあるんだけどね、うん、僕もあの実はそういう輩だったんで、あのとこういう何かハンディがあってね、はい、頑張ってる方たちと一緒にあのこういう生活をしたり、あるいはまちづくりに携わっていることで、あのあもうちょっとね、あの自分の心の方がもっとバリアフリーだったなっていうのは、うん、あの思い知らされるんですけどね、うん、確かに、はい、まだ、ま、私が見る限りでは今本当にこのバリアフリーっていう言葉あの出てきつつあるんですけど、社会にですね、もっともっとそのあの周りの人たちが、でまた同じ私と同じ世代の人たちっていうのがこの考えていく必要があるなっていうのはすごく感じますね。そうだね、だからあのこの、まあ、認知症のね、はい、こう啓発活動っていうのが目的で、うん、やっぱこういうのバリアフリーオリンピックっていうのが あるんだけど、はい、本当この福祉に携わっている方たちの熱意っていうんですかね、うんうん、そしてあの地域包括センター、はい、まあ、いろんなところで今ね、そうですね、民間でできてすごく助かってるっていう方もいてね、まあ、日本全国ね地域包括センターあると思うんだけど、その地域地域でまたあの運営の仕方が、はい、あの変わっててね、非常にあの多様性を持って皆さん各市町村で、この地域包括支援センターってところをあの運営なさってると思うんですけどね、うん、役所にある時にはねあの目立たないんだよね。でも確かにですね、うん、今ねこの宜野湾市でも今4カ所
あるということで、うん、そうですね、あの何か本当に些細なことですね、隣近所の人がちょっとなんか最近おかしいな、様子が変だなって思い出したら、あの地域包括にあの相談しやすいっていうのはあって、やっぱり最初からこうやって何でしたっけ、役所の方の、うん、あの福祉課とかそういったところに行くのはちょっと抵抗があるなっていう人にとってはとてもあの行きやすい場所っていうのがたくさん出てきてるので、今ですね、まあ、そうだよね、うん、やっぱりあのこういう行政のシステムっていうのはもう日本全国つつうらうら、うん、あの素晴らしいサービスもあるんだけれど、まあ、もちろん行き届かないものっていうのもやはりあるわけですから、はい、あのやはりこういう、まあ、あの言葉は悪いんですけどね、たらい回しっていう言葉があってね、こっちに聞いたらあのこっちに行けって言われたんですよって言われたらね、いや違います、あっちですよこっちですよっていうのはやはり日常茶飯事で、まあ、あることだと思うんですけれど、はい、またね逆にあのこういうサービスのことをよく熟知していらっしゃるあの行政の方々もいてね、うん、あのこの人に聞いたらもう全部こう、あなるほどっていうことで、うん、あこんな風にしてあの親の介護をね進めていけばいいんだっていう、こういう、まあ、いろんなこう法的手続きも含めて、うん、あのすごくよく知ってらっしゃる人に当たるとね、うん、嬉しいんだよね、うん、そうですね、それはまたあのご経験が豊富なね、あのそういうふうな、まあ、解説できる人と当たったら一番いいんだけどね、うん、でその人たちからまたあの紹介していただく、うん、ケアマネの存在とか、はい、でケアマネ の, あの方たちから紹介していただくあの施設の存在とかね、うんうん、初めてあの 親兄弟あるいはまた親戚とか、自分の愛する家族あるいは知り合いがね、うん、あの認知症になって初めてあのこのバリアフリーってい う, こうバリアの存在っていうのを、はい、あのいろいろ感じていくんですよ、うん、はい、でそれに対処できる人っていうのはあのやはり、備えがある人っていうのかな、うん、認知症のことについてよく知ってて、うん、まあ、それをよく知ってると、もし親が認知症になった時にあの対処しやすい、どこでわからないことは、うん、みんなインターネットで最初調べるんだよねきっと ね, そうですよね、認知症とは何かとかね、うんうん、それよりもやはりあのこう、まあ、お役所に行く、はい、まあ、行ってもねやはりこうそこに専門家の人とそうじゃない方もいるからね、うん、あの行政もほら市民を対処するために忙しいから、はい、うん、よく知ってる方とよく知ってない方でやはりこういうふうな情報のばらつきは、まあ、それはもうねあの行政のみならず、うん、社会生活であちこちあるわけだからね、うん、私たちもそうだよね、聞かれたことに答えられることとあるいはあの答えきれないこともいっぱいあるもんね、うん、はい、あります、うん、その時にやはりその専門の場所に行くと、うん、ちょっと心がほっとするよね、はい、うん、それが地域包括センターの存在であったりとかするとそうです、いいよね、うん、でもほんの 3,4 年前まで知らなかったよね、あ、全くこの地域包括センターっていう言葉もね、そうですし、うん、まだもっと認知が必要なだなっていうのは感じますね、はい、そうですね、うん、あったの、はい、とかっていう人もいるし、そうだね、本当にあれどこにこういった時はあの相談した方がいいのっていう人がまだいるので、本当ですよ、うん、うん、それであの64歳以下は、はい、あやはりあの若年性認知症というふうに判断されるんで、うん、今度この若年性認知症というのが、はい、もっともっと低年齢化して20歳とかね、うん、18歳とかね、今このリスナーさん聞いてて、っていうふうに思われるかもしれないけれど、うん、64歳以下だったら若年性認知症と言われてるわけだから、うん、じゃあ今度はあの介護保険が適用できる年齢っていうのもあるはずだから、そうですね、うん、ちょっと詳しい年齢は分からないんだけれど、でも若かったら適用できないよね、できない、20代とかだ、ね、まだできないと思いますけど、そうすると、うん、あのじゃあ若くて認知症になってあの お父ちゃんお母ちゃんの名前も忘れてしまった若者たちが、うん、じゃあ今度は高齢者施設に行ってください、うん、デイサービスに行ってくださいって言うと、今あのちょっとっていうふうにね、うん、思っちゃうよね、うん、きっとね、周りが一番びっくりするよねきっとね、はい、ああうちの子あのデイサービスに預けるんですかっていうふうに、ね、うん、なってしまうんでね、それだけ今日本全国でねあの若年性認知症に対するあの施設とかね、うん、若者たちをこうまた
まあ、かなりの若い人たちをね、はい、あのこう、まあ、ケアする場所が、今度は今足りないということで、これからあのクローズアップされていくんじゃないかなっていうのがありますよね。はい、うん、さあ、ね、野中の銀の蛍さんから来てますか、今日もメールが来てますね、はい、大変ありがとうございます。ビル、おはようございます。トゥーバカッチンさん、泉さん、はい、ということで、ね、もう一つ来てますね。トゥーバカッチンさん、はい、今日の琉球新報のごめんの記事、うん、ナビ地図行方不明者捜索に役立つのでは、ああそうなんですか。後でまた、はい、拝見してみたいなというふうに思ってます。ね、ナビ地図ということは、はい、もしかすると、うん、まあ、ネット上での地図のことだと思いますけど、はいはい、私たちも日頃ね、こういう町つぶとかねあのナビ地図はもっともっと詳しいかもしれないね、うんうん、そういうものを使ってあのホットスポットパトロールということで、ね、立正大学の小宮教授の理論を用いた、はい、犯罪機械論ね、うん、それでやってるんだけどね、はい、まあ、声かけられて道を聞かれるとね、子どもたちっていうのはあのこう、びっくりするもんね。そうですね、うん、お年寄りもそうだよね。急に大きな声で声をかけると、うん、あのお年寄りたちも警戒するよ ね、うん、からありますね。で、福祉に従事する方たちって声かけ常時やびんどや、はい、ね、やびんど、うん、一平常時やびんで、うん、おむといびさ本当に上手、うん、はい、あの目線に落として膝を落として、うん、あのお年寄りたちに声をかけるあの方たちっていうのは、あ、やっぱりあの福祉の方々上手だなっていうふうに思いません？思いますね、うん、まあ、ユースクラブでももう毎月のように、うん、今この高齢者施設の方に訪問させてもらってるんですけど、はい、すごくこの、まあ、職場にいるスタッフの方から声かけるぐらい、このスタッフ、あ、ユースクラブのその接し方っていうのがすごくいいね、上手だねっていうことで、なんか最近はお褒めの言葉をいただくみたいですよ。その現場で、うん、あの福祉に携わる方々のやはりこういう姿勢っていうのかな、うん、あのまあ、いいモデルがいるから、うん、きっとあの、ね、青少年たちも、あ、こんな風にすれば、うん、おじいちゃんおばあちゃんと話しやすいんだなっていうことをしっかりと身につけていくんじゃないかなって思うよね。そうですね、はい、それはおじいちゃんおばあちゃんに限らずさ、職場でもそうだよね、うん、あ、そうです。相手の目線に対して、はい、気配り目配りをするっていう方ができれば、ね、お客さんに対してね、うん、またそういうふうな目配り気配りそして心配りということで、うん、全部まとめると、うちなぐちえせうといむちんじる言葉、はい、内瓶どやさい、はい、うん、やはりそういうふうなうといむちを持って接することでね、あの危険を回避していくっていうことが大事だよっていうことは、同じくあの、小宮先生も、はい、あのおっしゃってまして、立正大学の先生ね、うん、やはりあの危ない人を見る国は難しいけれど、はい、あの人不審者だよって言われても不審者じゃない人もいるよね、うん、伊豆みたいな顔して不審者の方もいるかもしれないし、あ、これはもう怖いタイプですね。そうそうそう、ね、それはあの年齢もわからないしね、はい、うん、で不審者に見えるって言ってもこれ固定観念かもしれないしね。そうですね、そこそバリアフリーだと思うよね、うんうん、はいはい、だからこの小宮教授っていうのはさ、うん、人間ではなくてと、危ない人を見ることは難しいから危ない場所を見ることはできるよっていうことで、はい、こういうふうなあの景色解読力っていうことでね、うん、今その理論 の、 あの学びながら私たちも、はい、今あの夜間のホットスポットパトロールっていうのを今あの実施してるんだよね。そうですね、はい、うん、今日もまた、うん、今日またホットスポットパトロールだね。今日4回目のホットスポットパトロールがあります、はい、どちらでしたっけ。沖縄市の海宝町の方ですね、うん、はい、以前あの6月の方に沖縄の捜索模擬訓練を行った地域なのですけども、はい、やっぱり夜のまたホットスポットパトロールということでですね、うん、はい、ちょっと夜の風景の方もあの昼と比較しながらですね、どれぐらいその入りやすくて見えにくい場所になるのかというところも検証しながら行っていきたいと思います。そうですね、はい、入りやすくて見えにくい場所っていうのは、うん、あの子どもたちにとってすごく犯罪に巻き込まれるのが高い場所ということでね、うんうん、あるんですけれど、はいはい、やはりあのおじいちゃんおばあちゃんにとってはあの段差があったりあるいは人が見えないところでね、うん、はい、うずくまっていたりするとね、
やはりあの危険な状態で、うん、あの発見されるということにつながってますんで ね、 そ、 でね、それを私たちはあの、まあ、町のハイリスクで見えにくい場所をね、はい、大勢の専門家とあの歩きながらね、ユンタクしながら、うん、今回ってるんですけどね、うん、あ、何か、メール来たね。ツイキャス来ましたね、うん、はい、ニフェデビルハリマルさんです、はい、おはようございます、はい、ありがとうございます。おはようございます、ハリマルさん。私も今高齢者施設にお邪魔したりしてます。あ、そうですか。けど私は保育と、うん、高齢者施設に研修などを行っております、うん、あら、本当。相手の気持ちを知り、自分がどのような対応をしていくか考えていかないといけないことですよね。いや、本当まさしく、ね、うん、ご指摘の通り、あの、はい、私ハリマルは、うん、北海道から聞かせていただいてます。あ、本当。うわ、この間釧路にね行かせていただいたんですけどね、去年ね今ぐらいの季節にですね、はい、いや、寒かったよね、はい、北海道ね。 でも人の心があったか、あったかかったんだよね。はい、いや、ハリマルさん、本当北海道から聞いていただいて大変ありがとうございます。途中途中ね、沖縄の言葉でね、内縄口島言葉が出てくるんですけれど、はい、私たちがね、まあ、あの面白い言葉だなと思って聞いていただければね、先ほどのうとい餅とかね、はい、やっぱりそのハリマルさんが言うように、うん、この相手の立場を考えた対応っていうのが、はい、すごく必要ですよね。いや、本当ですね、ありがたいですね。まだハリマルさんから今来たよ。串取りって書かれてるね。あ、串路ですね、串路ですね、串路、はい、場所によっては近いですよってことで。あ、沖縄の方言結構聞き慣れてます。え、すごい。はい、一平二平デビル、ね、はい、ありがとうございます、ね、はい、今日はね、トピックがバリアフリーということで、はい、あの専門家の皆さんにね、バリアフリーっていう意味を、最近学びながらね、私たちもあの地域の一員として、うん、何かできることはないかなということで、はい、頑張ってるんではあるんですが、はい、いつも気づかされることばかりね、うん、あって、あの福祉関係者のみならずね、またこのラジオ番組を聞いてらっしゃるあの企業の方とかね、はい、そして毎朝ね、あの学校の前でまたこういうふうに子どもたちの安全を見守っている方々、うん、ね、そして学校の先生たちとかね、はい、そして地域社会をよくしていこうということで、いろんな、ね、条例に基づいてまちづくりを携わっている、ね、行政の方々とかね、方たち、うん、はい、皆さんいろんな方々にあのお世話になりながらね、お互いに気づき合いしながら、まあ、夜中の街をね、はい、皆さんであの高齢者のことを考えながら認知症のことを考えながらね、うん、回っているというのがこのホットスポットパトロールでございますと、はい、そうです、はい、うん、冒頭に戻すと、あの、はい、浦添市で行われたバリアフリーオリンピックというのがね、はい、あのすごくあのいいあのイベントだったよ、うん、2回目なんだけど、去年もあの去年は見学、去年見学で、今年 は、はい、今年は中高生が認知症劇の方で、認知症劇を、はい、はい、やってくれということで、うん、まあ、専門家の意見も取り入れながらね、うん、あの島言葉で取り入れながら、はい、まあ、認知症の症状と、うん、またあの、はい、詐欺被害のものと、そうだね、詐欺被害もね広がってるからねお年寄りのね、うん、はい、まあ、いろいろなイベントがありまして、絵本の読み聞かせがあったりとか、うん、あの福祉関係のね、はい、あと認知症カフェもあったりとか、うん、あの福祉用具のね、はい、あのブースがあって、ああもうおじいちゃんおばあちゃんがね、あの寝たきりになるとあのお世話になるのがこの寝具、ベッドとか、はい、そうですね、いろいろ本当こう、まあ、車椅子もそうだし、うん、あと身の回りのね、本当にこういう細かいもの、あの階段の上り下りができるような、あのこうなんていうのかな、リフトっていうのかな、リフターっていうのかな、はいはい、あの日本語でね、そういうものがあったり、あとはあの認知症を考える相談ブースがあったり、福祉の世界で働いてみませんかということで の、はい、あのお仕事ブースがあったりね、そうですね、はい、うーん、会場にはね、あの知り合いに会ったらダブルケアですごく悩んでるあの方たちがいましたね、はい、今なんか増えてきてるということで、そうだね、うん、その会場に来ると少し悩みが軽くなりましたということで、まさしくバリアフリーオリンピックに、そうですね、あのなってた気がしますね。
あの特にダブルケアはね、うん、あの自分の子供を面倒見ながら、はい、またあの認知症になってるね、うん、あのお母さんを見てますよ、あのお父さんを見てますよという人もいてね、うん、ああもうとても辛いということをあの言ってらっしゃる方もいて、うん、それをね専門家がまた一生懸命アドバイスをしてね、はい、あのまあ入り口で会って帰るときにあのすごく心が軽くなりましたということで、うん、あ嬉しかった、そういう話を聞いたときにね、うんうん、今ツイキャス来てますね、はい、張丸さんから最近はバリアフリーといえば 小学、中学、うん、高校、大学と車椅子の方のためのエレベーターが増えてきました。あ、そうなんだ。今は自分の地元では総合体育館にも高齢者や障害の方々のためのスポーツ体育館ができましたよ。あ、スポーツ体育館、北海道はすごく多様性に敏感だね。そうですね。嬉しいね。どういった作りなんですかね、このスポーツ体育館、障害者の方で高齢者のためのということ、ね、やっぱりそういう実際にハンディキャップを持った方々 の、 あの意見をやっぱり取り組んで皆さん作ると思うんでね、はいはい、今福祉用具を作る方たち、まあ、欧米ではねあの確実にあのこういう当事者、ハンディキャップを持っている当事者の意見をたくさんあの、うん、聞いて聞いて聞いてね、はい、あのこういう企画をする方々が、企業の方々が、うん、はい、一生懸命これをあのそうなんていうのかな、あ不快感をこうあの心地よさにね、うん、あの到達するためにどうしたらいいかっていうことを、はい、そうですね、日進月歩で考えてねあのできてるんだけど、日本もそろそろねそういうふうな、うん、あの商品作りっていうのが、うん、福祉業界でもどんどんこうできてるなと思うとね、はい、いや当事者の方もそうだけど、うん、その人たちのまた願いを叶うために頑張ってね、うん、開発をなさってる方々もそうだけど、すごいな人間はね、はい、すごいです。あとあの、うん、記事紹介でですね、うん、あの牧さんから来てるんですけど、うん、紹介してもよろしいでしょうか。 その前もってハリマルさんから来てるよ。 ありますか、ありますか、うん、北海道ですかと。あ、ね、野中の銀の太郎さんからですね、うん、あ野中の銀の太郎さんからね、はい、ラジオ今同時に北海道のラジオカロス札幌を聞いてすごいな、ラジオカロス札幌を聞きながら、ね、うん、FM 銀の太郎も聞いてらっしゃるすごいですね、同時に、まあ、野中の銀の太郎さん千手観音みたいな人ですねハリマルさんから、はい、手すり付きのウォーキングコースや障害の種類によって視覚聴覚のための機械が登場しております、うん、あそうか、すごいな、おすごいです、ね、手すり付きのウォーキングだって、うん、うん、俺またねあっちゅしえ一平ましやんどんということをね、はい、歩くことがいいよということでね、うん、あのお年寄りの人たちは言うんだけどね、はい、うん、わね、また期待も何かねミッキーさんから、ミキ彦佐藤さんから、ね、ちょうど入ってきますね、東京から、あ聞いてるそうです、はい、ミッキーですね、ミッキーさんありがとうございます。また、はい、今日のトピックはバリアフリーということ で、ね、いろんな、ね、世の中のバリアフリーを今話をさせていただいてますが、はいという、はい、一つの記事紹介しても大丈夫ですか、はいはい、あのマッキーさんから、はい、マッキーさんからです、はい、マッキーさんから聞くね、はい、ベニフェイデビル、はい、沖縄タイムズさんの記事ですね、はいはい、はい、あの航空会社や空港内のテナント従業員を対象にした観光バリアフリーセミナーが 8日にですね、はいはい、あの那覇空港の方で開催されたそうです。観光バリアフリーセミナーね、はい、はい、それであの私たちがいつもお世話になってます、うん、あの桐原先生も一緒にですね、はいはい、盲導犬のルート君と一緒に登場し、ね、てます。ルート君もお世話になってますね、はいまたあの NPO 法人バリアフリーネットワーク会議の親川さん、はいはいはい、代表さんと一緒にですね、はい、あのまあ、セミナーを行ったっていうことで、あそうなんだ、はい、と空港内や機内でこの希望する手助けの方を実演したということでありますね、うんうん、はい、あバリアフリーネットワーク の、はいはいはい、あの親川さんという方はもうあの、うん、空港でね車椅子をたくさんこうレンタルをしたりとかね、うん、やはりあのこういうあのこのハンディキャップの方々の視点になったことをやはりこう、そういうふうなあの観光客にも提案してね、ハンディキャップを持っても沖縄観光を楽しめるようにということで、
いろんなことをねなさってる方でね、やっぱり必要ですね、うん、旅行好きな人もいると思うので、こうやってあの足腰が動かない人でもですね、うん、みんな同じ人間なので、この、うん、私もちょうどあの週末に東京に行ってきたんですけども、東京行ってきたね、はい、まあ、この飛行機、うん、空港でもそうだったんですけど、うん、まず最初に、まあ、これはもう今普通に当たり前に行われてるんですけど、優先順位、乗る順位としては飛行機にですね、うん、この車椅子とか手助けが必要な人から先に機内どうぞってことで案内して、うん、でまたあの次はこの小さいお子様がいるあのお母さんとかですね、うん、から乗せていってっていう感じであのやってたんですけど、やっぱりあの一番はですね、まあ、東京とかも今度の方に行ったら皆さんも JR とかですね電車とかも利用されると思うんですけども、あのやっぱりこの高齢者の人たちとか、またこのね車椅子の方たちとかがですね、やっぱり行きたい場所に自分で好きなようにどこにでも行きたいっていう希望はあるんですけど、まだちょっとそのバリアフリーっていう部分でですね、ちょっともう少しこの努力、社会がですね必要だなっていうのはすごく感じましたね。例えばこの、うん、あの巣鴨でとお会いした、うん、隣のベンチに座ってたおばあちゃんがいたんですけど、あのいろんなところに行きたいけど、私はちょっとこのカートっていうかこの杖がないと歩けなくて、それであのもういつもはちょっと電車とかやっぱり人がたくさん歩いてるところなので、ちょっと邪魔に迷惑をかけたくはないからタクシーでいつも行ってるよって、タクシーもお金かかるじゃないですか、だけどお金がかかるやっぱりタクシーの方がちょっと楽だからって言って気をつかない使わないでっていう話を聞いた時に、もっとやっぱりあの施設自体はちゃんとこのバリアフリーとかスロープとかこのエレベーターとかもちゃんと駅にはついてるんですけど、やっぱり周りのこの利用する人たち、健常者の方たちがもっとこの心遣い、気配りっていうのもあの必要になってくるんじゃないかなって思って、うん、そうですね、感じました。やっぱり施設が整っててもですね、こういったあの他の周りの人たちのこの理解ももっと深めていかないとなっていうのは、うん、いや本当ですね、そこは思いました、今いろんなところでいろんな仕事の分野、地域社会の分野でね、うんうん、あの社会の福祉化が、はい、あの進んでいくっていうふうにはもうあの当然ですから、うんうん、日本はね世界一 の, あのこう高齢化率っていうことで、やっぱりあの今言ったことをもっともっと早く実現するためには、はい、あの先ほど播磨さんからあったようにね、はい、あの学校にこういうふうなあのハンディキャップ用 の, あのまたトレーニングができる施設がついたりとか、ただなる手助けではなくてね、うん、あのもっともっと良くなるための予防っていう、うん、そういうふうなあの未然予防にね即した施設が小学校にできれば、今度子どもたちがそうあこれは何だろうっていうことを考えながらね、うん、そういうふうなあの手助けをすることが当たり前っていうふうになっていくんだろうなということで、だから先ほどの小学校にねあのこういうふうなあのハンディキャップのため の, あのこういう歩け、まあ、ウォーキングできるものができた、ウォーキングできるものがそういうふうな説明ありますよって言った時に嬉しいよね。そうです、うん、それこそあのただ置かれてるだけではなくて、はい、あの学びの学習になっていくと思いますね。まだ学びも学習も一緒ですけど、はいはい、ミッキーさんから、あミッキーさんから、はい、はい、ベニフェデビルバリアフリーですか、うん、この前車椅子バスケの試合を見る機会があり、うん、選手が移動する大型バスを見ましたが、施設以外でもリフト付きや段差を少なく公共の交通機関など少しずつ整ってきますが、うん、2020年のパラリンピックまで不自由ないようにしたいですね。ああ、いやそうだな、本当ですね、うん、あ必要になってきますね。たくさん、ね、いろんな国から来られると思うので、うん、はい、うん、ちょっと僕もね、あの20年もうだいぶ前ですけど、はいはい、25年前にね、あのアメリカのカリフォルニア の,、うん、あのサンフランシスコ、はい、あのバークレーっていうところがあってね、はい、UC バークレーっていう、うん、あまあ、大学があるんですけれど、あのソフトバンクのね孫正義さんが卒業した大学だよっていうことであったんだけど、うん、その町でね、またあのこういうあのちょっと暮らす
ことがあってですね、うんうん、そこが25、6年前から、はい、もうすごくバリアフリーの街ということで有名だったわけ。今からだから25、6年前ですよ。わお、ね、そうすると、まあ、大学、まあ、大学院なんかでね授業見学しに行くと、うん、この、まあ、ハンディキャップを持った方が車椅子の方たちがもう必ずクラスの中にもう 7,8 名ぐらいいるわけね、うん、まあ、電車の時から、まあ、バートっていうね、こう電車乗っていくんだけれど、はい、まあ、一駅僕はちょっとこの大学から離れたところに住んでたんでね、うん、そこに行くと行くまでにねやっぱりその駅もバリアフリーだしね、本当この方はもう手話もつくしね、筆記する方もいた。へ、うん、2人必ず2人で学校でこの方が、ま、この方また大学のプロフェッサーに向かって質問するんだよね。うん、すごい素晴らしかった、うん、その25、6年前で見た光景がね、うん、今でも走馬灯のように蘇るんですけれど、うん、日本もねもう負けてないなと、うん、皆さんの力で日本らしく、それを追求してね生活 の, こういうバリアフリーにあった、まあ、身体的なバリアフリー の, ことを今まで考えてきてやってると思うんだけどね、今度はサイコロジカルバリアフリーね、うんうん、それを考える時期に来てるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そうですね、はい、またメールがありがとうございますね、はい、ミッキーさんですね、はい、ミッキーさん、施設や設備も大事ですが、うん、あとは助け合いですよね。やいびんやさい、うん、そう感じます、はい、これはうちなぐちんでしえチュイシージーよね、チュイシージー、お互い助け合うということはね、はい、沖縄の言葉でね、でチュイシージードゥヤイビンドということで、はい、野の中の銀のたるさんからもまたメールいただいてますね、はい、FM 銀の湾のスタジオもバリアフリーですね、いやね、よく知ってらっしゃる車椅子で入れるから、うん、はい、あとはトイレだけですかね。もうおっしゃる通りです僕今野の中の銀のたるさんがね、聞いてる、おっしゃった、はいはい、FM 宜野湾のことをね、はい、今スタッフの方も聞いてると思うんでね、はい、そうですね、はい、FM 宜野湾のまたトイレもね、またハンディキャップの方々のためにまた、進んで、いけたらいいなというふうに思ってますね、はい、ね、大丈夫です、ライブ開始ね、はい、大丈夫、はい、通知を送信するで、はい、すいません、はい、ツイキャスちょっと今ハプニングがあってね、はい、大丈夫ですはい、そろそろリクエスト曲に行きましょうか。そうですね、はい、OK、はい、行きます、ね、まあ、ちょっとトピックとは違うリクエスト曲だけどね、はい、はい、まあ、中には懐かしいって思う、懐かしいという昭和の曲を皆さんにプレゼントして、うん、したいなというふうに思ってます。はい、はい、何でしたっけ、はい、オーヤンフィーフィーで Love is Over、 バリアフリーな話で Love is Over ってなるとねちょっと結びつきにくいけどね思いやりラブっていうことでね、昭和の懐かしいね、はい、またこの歌詞を一つ一つ噛み締めれば次につながるなっていうのがあるけど、はい、はい、まあ、愛こそ全てにつながるなっていうのを思うんだけどね、はい、はい、それではオーヤンフィフィさんどうぞ、ラブイズオーバー。いや皆さんありがたいね、またバリアフリーに関してね、ハリーマルさんはじめ、いやミキーさん、東京から、ね、北海道、東京、沖縄だからね、もう仕事ないね、また皆さんあなたね、いい件だよね、うん、まあ、センサーかな、ね、まあ、ある方としてはね、忘れはしない。
ツイキャスで聞こえたみたいですけど、音。あ、本当？大丈夫かな？じゃあツイキャス上では大丈夫なんですけど、ユーストリームがちょっとダメです。消されます。あ、告知しないと。残りは告知しますか？うん、ただいまの時刻10時47分になりました。 FM ギノワンのスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。今日のトピックはバリアフリーということでお送りしております。はい、ね、うん、さあ今日はあれだね、児童館のゆぶしのカラスの頭さんからはなんかメールないね、はい、この間浦添のバリアフリーオリンピックでね、ああの面白かったね、はい、ブルース・リンが出てたけどね、うん、見たかったです、はい、大事なことはやはりあの今日のトピックはバリアフリーでありますけれど、はい、あのやはりこう身体的な、ね、ハンディキャップを持ちながらあの今毎日を暮らしている方々の生き方っていうのはすごく、まあ、他者から見てすごく、励みになりますね、はい、うんうん、だけど一番そうだね、最近感じることはやっぱりあのサイクロジカル、バリアフリーね、はい、心の中のバリアフリーをやっていかないといけないという人たちはやはりあのまず物とか、ね、経済的に、ね、あの全然心配ない、はい、そういう家庭に育ちながら、まあ、若い子の多いけどね、
うん、みんなの親とかそうレールに乗っかっちゃって ね、あの耐えりすぎてしまってね、うん、自分でのこう決断力がすごくあの、はい、あの曖昧になってるっていうのもあるよね、うん、はい、一方でそういうふうな心のバリアフリーこそすごく時間がかかるなっていうのが、うん、私たちあの障害学習 の、 あの、まあ、教育の NPO っていうことを今、うん、あのやってるんだけどね、一番子供の頃から青年期にかけて の、はい、あの心のバリアフリーっていうのが今一番大きなバリアフリーが求められているところじゃないかなと、なかなか見えるところではないんだけどね、はい、はい、ですから、まあ、身体的には見えるよね、はい、うん、そうですよ、まあ、そういう意味でね、やはりあの NEC 作りが大事じゃないかなということで、今日またあのコメントしていただいたね皆さん本当にありがとうございました。ジェニフェ・デビル、はい、まあ、告知なんですけどね、はい、実は、はい、はい、告知しましょうね、はい、うん、はい、今週の日曜日ですね、はい、11月19日、はい、実はまた私たち沖縄ハンズオンが主催するですね、あの介護のイベントがございまして、はい、テーマは、うん、トゥンジャクヌジャーハネーキアということで、はい、介護の、うん、島言葉をトゥンジャク、うん、はい、テジャーハネキアはですね、夏にも、はい、盛り立てる人伝わってたと思うんですけど、うん、はい、場を盛り上げる 人間をね、うん、あの盛り立てていこうというね、はい、うん、はい、それで介護現場を応援するエニシ作りシンポジウムが開催されます、はい、うん、はい、場所がですね沖縄市産業交流センターで行われて入場無料です、はい、うん、と開始が午後2時30分から開始になっており、大体6時までですね開催されるのですけども、まあ、内容としましてはあの3つありまして、1つ目はあの認知症予防体操がまず初めにあってですね、まあ、認知症予防でこの頭 このトレーニングをするあのマットのですね体操があるそうで、はい、その体操をですねちょっとその専門の先生から教わって、一緒に会場内でお客さん、会場に来るお客さんと一緒にですね体験をしてもらうということで、まず対象を行い、でメインであります介護シンポジウムが開催されます。介護シンポジウムの方はですね、はい、5名パネリストがいまして、作川義弘さん、こちらはもうあの NPO 法人気づきのですね、あとはあの就活 の、まあ、あの看取りのですねあの専門家ということで、うん、はい、佐久川さん、 ね、うん、はい、そしてあの沖縄社会福祉協議会から上原さん、上原健二さんですね、はい、そして沖縄タイムス社会部記者のですね荒垣彩子さん、こちらはあのトゥーバさんがですねもう毎回あの記事をあの書いていただいてる、お母さんの行方不明についてとかですね、高齢者の、まあ、認知症についていろいろあの、まあ、取材でですね沖縄県内を回られている方でいろいろ情報を聞きたいと思ってます。そしてあの沖縄県警察本部からですね高島さんですね、はい、そして最後にあの沖縄県認知症行方不明者家族の会からアゲナ、はい、というわかちいさんですね参加されます、はい、すごくあの楽しみに皆さんされてるみたいで、はい、そうね、うちないぶちんじいし、また人生生がるさらばんじんじいし、あの今がね人生は今が絶好調だよと、毎日絶好調の気持ちで行こうよということで、はい、沖縄のね島言葉でさらばんじいっていうのがあるんだけどね、そうですね、はい、そして、うん、最後の方にあのアロマ講座ということでですね、認知症に効果があるアロマ講座をですね、うん、宜野湾市にありますあのリアリーリメディアル&アロマスクールサロンティーズの担当者であります富本彩さんも講師にお迎えしですね、うん、お送りし、あ、こちらはあの講座の方をいたします。定員が30名となってますので、事前予約が必要になってますので、ぜひ皆さん あのご参加お待ちしております。はい、連絡先がですね098-936-6868、936-6868、こちら沖縄ハンズオン NPO の事務局になってますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、いろいろ盛りだくさんの、いや、だからサラバンジーだよね、サラバンジー、本当あの、うん、一期一会だよね、うん、うん、
こういう方たちがまたね、あの警察の方はじめ皆さん、福祉関係者の方、新聞記者、ジャーナリストね、はい、あの介護現場というのはすごくあの応援してますよということで、うん、皆さんがまた介護で悩んでいる方、心のバリアフリーが必要な方も含めてね、はい、皆さんで話そうということで、まあ、日頃あの上原さんたちもそうだけど、あの、まあ、こういうふうな、まあ、独居の、ね、お一人でお暮らしになっている方々はじめね、はい、高齢者の方々、あとまた空き家がね、やはり沖縄県でもどんどん増えてきてるんでね、はい、本当東京とか北海道でもね同じことが起こってるんじゃないかなと思うんだけど、はい、また空き家からまた、うん、あるいはまたお一人で暮らしている方たちがね、はい、ちょっとあのもう本当こう、まあ、孤独死孤立死ということでお亡くなりになる方たちもね、あの日本ではこう増えてしまっているということで、そうですね、うん、まあ、いろんなあの死に方が決まってたらね、あのきっと人生もあの方向性が決まってね、力強く生きていくということも可能だと思うんだけれど、はい、あの そこがね、自分で決断できない方とかね、はい、うん、またあのいつそういう死がね、あの人間に訪れるっていうのは分からないんでね、やはり生きてる間は、サラバンジーの気持ちでね、はい、はい、今が大事っていうね、Every day is a count って言ってね、英語で、うん、毎日毎日が、大事だよと、はい、毎日定時やいびんどっていう気持ちでね、生きていてほしいなっていうふうに、はい、思ってる次第ですね、はい、はい、介護の、トゥンジャクヌジャーハネキアシンポジウム11月19日沖縄市の産業交流センターに開催さびいくと、はい、グスヨー、はい、ムーサスルティイメンセリビヨー祭、はい、マッチョイビンド、はい、開始は午後2時30分から、はい、無料です。ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。よろしくお願いします。はい、はい、この番組は株式会社国健システム、有限会社マルチ重機、沖縄県社会福祉協議会 FM 宜野湾と沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りいたしました。はい、今日メッセージくださった皆様、一平二平でビル、ありがとうございました、はい、それではまた来週お会いしましょう、はい、またやったい、はい、さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございます。